ご健在です。今日も暑いですね。で、今日はチャンネル登録者数がですね、ついにというか、本当は500人超えた時にやろうと思ったんですけど、なんかズルズルいって、結局今おかげさまで600人超えということで、まあ本当にね、数字自体は大したことないんですけど、チャンネル登録してくださった方、いつも見てくれてる方、ありがとうございます。感謝です。むしろ感謝しかないです。もうすぐ8ヶ月間 YouTube を、まあ、始めて経つんですが、まあ良かったことをですね、まあ、単純にまずいろんな方が見てくださってるっていうところと、あとまあ実際にね、お客様が私を訪ねてご来店いただいてるっていうところ、あとは実際にですね、まあ最近お客様で静岡県内のね、方ですけど、2日前ぐらいに動画を見て、まあ、買いに来てくれたという方もいらっしゃいまして、まだまだ小さい、ね、規模の小さいチャンネルですけど、一人でも多くの人にイタリア車の魅力を伝えられてるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。で、あとはまあ最近コメントにあったんですけど、まあ、他のタディーラーの営業マンの方からもメッセージいただきまして、まあ、非常に嬉しいメッセージで、今後ね、こう他の営業マンが自発的に、まあ、こういった車の動画、まあ、セールスに関わる動画を上げてくれるんじゃないかなと思って、同志ができたなということで嬉しく思いました。このチャンネルは続けていきますんで、この1年間は僕の動画っていうのはもちろん車の紹介もそうですし、営業マンとしてのライフスタイルもそうですし、もうきちんと上げていければいいかなって思うところと、あとは皆さんから何かこうリクエストいただいた動画とかを今後はまめにね、更新していきたいなと思ってます。まあ、とはいえいいことばっかりでもないです。やっぱりこうやってメディアで情報発信していくっていうことは、少なからず、まあ、良くないと思ってる方々ももちろん増えてくるんで、まあ、もちろんいろんな角度から見て、この YouTube っていうのが 100% 正解かって言ったら別に正解ではないですし、いろいろね、グレーなとこもたくさんあると思うんですよ。オフィシャルで上げないっていうのはね、いろんな方から、まあ、厳しいご意見とかね、いろいろいただいていますが、ただただそれ以上に僕がこの YouTube を始めた一番の目的っていうのは、まあ、以前動画でもね、お伝えした通り、イタリア車の魅力っていうのを、ショールームが近くにない方々にも発信をしていってお届けをして、まあ、イタリア車ディーラーに足を運んでいただきたいなっていうのが最大の目的なので、そこはやっぱり目的ぶれないでやっていきたいなと思ってます。で、あとは、先ほど言ったように、今後の展開としては、こう、かなりニッチなディーラーの営業マンですけど、まあ、国産ブランドのディーラーの営業マンとかも発信 YouTube で発信していったら面白い横のつながりもできるんじゃないかなと少し期待したりしてます。